タイガーファンディングフランチャイズバージョン。毎回聞いちゃうんですけど、これなんで直営でやらないんですか？初めは直営でやろうと思ってたんですけれども。いやいや、直営でやり続けないんですか？理由は？それが知りたい。全国展開をするっていう中で、やっぱり遠くの地域であったりとか、そこがやっぱ管理しきれないっていうところです。そんな理由ですか？なるほど。まあ当然竹内さんは反論があるわけですね、それに対しては。そうですね。僕はできたよっていう。できますよね、絶対に。はい。ダメだって、その気にさせちゃうつって。直営しちゃうじゃん、こんな。ダメだって。もうちょっといいですよ。もうちょっとよかったら直営の設定してください。どうぞ、面白いんで。いやいやいや、あんまり言うとね、本当に。いや、本当にいいですよ。もう僕に気兼ねなく、ぜひ直営の説得を。面白いと思うんで、どうぞ。リラクルもそうだったんですよ。はい、僕と、まあ、共同経営者がいて、はい、最初は関西でしか無理だと、うん、それ以上広げるのは手が回らないと、管理できないって言われたのを仕組み化したんですけど、うん、もう思ってるよりもできると思うんですよね。そもそもフランチャイズオーナーさんがそんなにしっかりしてるわけじゃないんで、はい、例えば他府県でやったところでフランチャイズオーナーさんがですね、みっちり管理して見てるかって言ったら、多分ゴルフ行って遊んでたまにサロンに顔出すかなぐらいだと思うんですよ。じゃあそれのためにフランチャイズオーナーさんに月々何十万も儲けさせるんだったら、うん、SV 一人雇うのと変わんないじゃないですか、うん、はい、で僕は思っちゃうんですよね、はい、っていうのは僕の中ではあるんで、はい、なんかお金がないとかね、なんかこう増やしていくのにオーナーさんが店にがっつり入らないとできないとか、人に困ってるとか、そういうモデルだったら分かるんですけど、そうじゃないにもかかわらず、なぜフランチャイズに目をつけてるのかなって、なぜこれを僕話すかというと、めちゃくちゃ美味しいフランチャイズモデルだと思うんですよ、これ、うん、たまに出てくるやつなんですよ、これ。はい。武田塾と同じで。直営でやればいいのになと思うんだけども、フランチャイズオーナーさんにも儲けさせてあげても全然いいじゃないかっていう、ボランティアフランチャイズだと僕は思ってるんですね。だから、これを言うことで、ある意味フランチャイジーはめちゃくちゃ集まると思ってるんです、僕。僕もやりたい。それぐらい。だから、不思議やなって。うん、あとは、やっぱり圧倒的なスピードで広げたいっていうところがあって、やっぱりその真似をされる、表面的な真似っていうのは絶対されていくと思うんです、うん、でも続けていく中で本質的な部分っていうのが見えないので、そこの真似はされないと思っていて、なるほどね、はい、まあ、それも反論はありますけど、いや、もしよかったらどうぞ、よかったら面白いんで。リラクルって本当に7年で600店舗作ったんですよ、はい、僕たち真似されたくないから急いで作ったんです、はい、全部直営なんですよね、はい、だからできないことないんですけど、多分そこがわからないんでしょうね。本部を構築するとか、なんか大変そうっていう思いがあるから、フランチャイズだったら各オーナーさんがしっかりしてて、ある程度経費経理管理も各会社でやってくれるからっていう、そういう考えですよね、多分。そうですね、美味しいです。これは誰が聞いても、竹内さんが7年で600店舗って言って、それを自分ごとにできないんですね。まあまあまあ、必死でやったらいけるんですよ。うん、本当に。いや、ね、しかもね。株式会社 FC チャンネル代表林直弘、年商は衝撃のゼロ。学生企業から快進撃、フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に、虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよ。フランチャイズの王が志願者に試練を与え、物語を新しい未来へと導く。僕はフランチャイズの方が早いって言ってますけど、僕は8年で400店舗なんで、直営に負けちゃってるからね。やっぱ直営の方がいいんですかね。よーっつって。いやでも本当に、もう本気で、直営で広げた。で、1ヶ月で、もう2、3店舗が限界だったんですね。で、やっぱりその。何で困ったんですか、それは。ごめんなさいね。いや、やっぱり、管理です。で、中間管理職が、やっぱり育つのに時間がかかるっていうのと。中間管理職？はい。ごめんなさい。何の管理をする人ですか、それ。スタッフのケアであったりとか。そんなんいります？多分いると思い込んでるんでしょうね。おそらくなんですけど。うちは店長もいないわけですよ。まあ、最初は店長いない店なんかできるわけがないって言われたんですよね。だからみんな人で困るんですよね、教育で。そこで広げれない。で、フランチャイズにすると、各店舗で教育をしてくれるわけなので、オーナーさんが。だからそこだと思うんですけど、レイルームもそうじゃないですか。はい、教育自体が別にそんなに難しくないっていう簡素化したけども、ネイリストってすごいこだわるから、すごい時間かけちゃうわけじゃないですか。それを簡素化したわけじゃないですか。本来であれば、そういうスタッフの簡単な教育も簡素化できるはずなんだけどなってちょっと思っちゃうみたいな。でも、
本当に視聴者とかフランチャイズにとっては僕がここで直営やった方がいいよって言っちゃうよりかはフランチャイズでやってもらった方がもう世の中の人がみんな儲かるんで、めちゃくちゃ幸せな僕これフランチャイズだと思います。今まで最近見た中でも一番いいんじゃないかな。ごめんなさい、大絶賛してますけど、ね、本当そんなに褒めていただいたらすごい嬉しいですけど、それによってやっぱ直営しますって、これをめちゃくちゃまたねでもまあ難しさがあると思いますね。直営でやるね、その組織を作るっていうしんどさよりももうある程度で満足すると思うんですよね、うん、だってフランチャイズでね、竹内さんが広げたのって竹内さんのマンパワーありきじゃないですか。いやまあそれもないことはないと思う。だってもうめちゃくちゃマメじゃないですか。あとレス早いし、あと人生24時間365日仕事に費やせるタイプじゃないですか。まあそうですね、もしかしたらプライベートも充実させたいって思ってるかもしれないですね。そうなんですよね、そういうことだと思うんですよね、うん、だからそういう意味でもフランチャイズの方がいいです多分あじゃこりゃあじゃこりゃお前本当に非常識すぎるよこの人はあどうしたんですか大丈夫ですか。いやいやそういうタイプだあそうですね、言い明かしなんですよ。そういうタイプ非常識の成功法則にかけたんですね。 あ、はい、ありがとうございます。いやなんか令和の虎よりも浮いてはるなと思って、令和の虎でも浮いてるんだやっぱ今日お金積まないでいいからみんな気軽探してるから、お金積まない方がいいんだよ積みたいぐらいですけどね、確かにね、本当にね、すごいっすね、すごい。加納さんいかがですか。今までって募集はされたことあるんですか。フリーランスの方が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表株本勇樹、年商10億、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどうもに喉元をかっきるのか。今までって募集はされたことあるんですか。フランチャイズのですか。はい、はい、今、5月から少し動き始めてて、今、3社決まってる状態です。5社、5月から動き始めて3社決まっている、はい、じゃあどうやって募集したんですか。あ、お知り合いです。あ、知り合いで、はい、またポイント高いじゃないですか。すごいっすね、ゼロ時もやっちゃっておお、すごいね、うん、でもそれは竹野さんはもったいないっていうね。いい遊ぶ時間を確保できなかったんで僕は、はい、楽しめる時間はなかったんで、全然私もそれそっち派です。あれちょっとあれ直営に傾いてんじゃないの小原さん。でも本当に何回も考えたんですけど、やっぱり圧倒的なスピードで広げたいの で、やっぱりこの価格でこんだけのデザインができて、やっぱりそのネイルから得れる幸せってすごく大きいものだと思ってて、それをやっぱり全国の方に早く広げたいって思ってて、なので本当にスピードって考えた時に直営だと。何倍ぐらいのスピードでいけそうですか、直営よりも。直営は本当に1ヶ月で2店舗が限界だったので、まあ、年間にしたら24店舗その倍はいけると思う。まあ、倍じゃ済まないでしょうね。それは倍じゃ済まないでしょう。一応武田塾も年間で100校舎作ったことがございます。ピーク時は。岩井さんここまでいかがでしょうか。いやもう初期投資が少ないので、それで武田さんこれだけ絶賛されてるっていうことは本当にすごい殺到するのかなっていうのは思いますね。言いたいことめっちゃあるんですよ本当は。でもちょっと申し訳ないなと思って、皆さんにその考え方がちょっと本当違って、今は1ヶ月2店舗なんですよ。それは例えば10店舗直営でやってる程度だから、程度って言ったらあれですけど、その時の本部ってそんなに人数いないわけじゃないですか、はい、でもこれが2店舗ずつでも出していって24店舗になって、はい、それが直営で34店舗になった時には本部の社員っていうのが増えてるわけですよ。やることが増えるんですよね。倍倍になってくるんですよ。だから店舗数ってこういう上がり方をするんですよね。だから結果的に例えばじゃあ5年後にじゃあフランチャイズで500店舗まで出てきてました、じゃあ直営で、例えば300、200店舗までできてました。どっちがいいかって言ったら僕直営で200店舗の方がロイヤリティでもらうよりか、ね、利益が高い方がいいわけじゃないですか、はい、しかも出店余地をあと300店舗残してる直営ですよ、はい、フランチャイズで500店舗出したらもう出店余地はもしかしたらないかもしれないじゃないですか、はい、だから5年で500店舗に直営でして、フランチャイズだったら2年で500店舗にできるかもしれないけど、その後の利益が
多分10倍にも、あ、ごめんなさい、その後の利益が10倍以上にも変わってくるだろうなっていうふうに僕は計算しちゃうんですよね、はい、だからめちゃ急ぎすぎてるなと思うけど、でもまあフランチャイズのメリットもあるしね。ありがとうございます。最後配慮していただいてすいません。最後配慮していただいて、竹野さん、ドラの席に座ってい続けて大丈夫ですか。いや、これですごい面白いと思うんですよね。あの視聴者にもすごい考え方をなかなか高度な、本当にね、10店舗とかやられてる経営者の方にこうね、何百店舗もやった人がこうね、本気のアドバイスしてるわけじゃないですか。これはコンテンツとして、確かに、うっかり僕がお金もらえなくなるかもしれないですけど、それはもう全然、確かに全然いいですよ。本当にこれがなんかフランチャイズチャンネルならではですね。ええ、うん、これすごくいいと思います。やっぱもうね、すごいじゃないですか。こんなもうやられて十何件やられてね。うん、しかもなんか今までない、だからそれをこう議論するっていうのはなんかすごい。多いです、ね、他には見れない、本当言ったら、うん、本当役員で入って僕も給料入れないから株 10% だけくれと、その代わりやってあげるよって言いたいぐらいなんですよ。めちゃめちゃ我慢してますし、口説いてるよこれ、口説いてるよこれ。僕意外と義理堅いんで、絶対に僕はこのビジネスに手も出さないし、あの個人的にコンサルすることもないです。申し訳ないけど、ここに出られた以上は、ね、竹村さん向こう向いちゃいましたよ。いや、竹村さんの話にはね、これはもう反論できないもんだって、世の中金じゃないよみたいなことしか言えないでしょ、これ。もう実際もうね、一番成功されてますから、うん、ね、実際大田の残高とんでもないからね、ほんと、うん、ほらもう、ね、なんかリラクルの時の楽しみをもう一回味わわせてもらえるんじゃないかなと思って。いや、でも本当に、うん、竹野内さんがあのされたリラクルはもう世の中に本当に革命を起こされたって私思ってて、当時あの私も接骨院の経営をしてたんですけれども、申し訳ないです、はい、もう本当にあの価格で、うん、あのマッサージを受けれるなんて本当に革命的だと思って、もう世の中それで本当にあの変わったと思ってて、やっぱりそのそういうこともあって、まあ、ネイルでもそういう革命的 なあの、はい、世の中に革命を起こしていきたいなっていう思いがあります。素晴らしい、はい、まあ、冒頭でも革命って言ってましたからね。いや、本格派の志願者さん来ちゃいましたね。いやー、すごいですね。いやこれすごいな、 FC チャンネルすごい、どうしようこれ。もう祝い立ち上がりましたよ。早っ。まあね、まあ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 、もうね、はい、静かだな右サイド。何これ、左サイドでしか攻撃してないじゃん。もう攻撃じゃないもん、しかも、まあ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 、はい、はい、ネイルサロンハートネイル、その全国展開を目指してトラエと食らいつく志願者、高レベルのフランチャイズ計画を武器に戦い抜いた後半戦、物語はいよいよ最終局面へ。美容業界に革命を起こす挑戦、その結末は。まあ、あの本当にあのでもあのとてもちゃんとね、あの伝えていただきましたし、竹内さんとのやり取りの中でも随分理解も深まったと思いますので、あの締めていきましょうか。はい、では、ラストステートメントです。どうぞ。あ、一言どうぞ最後に。はい、今回は、お時間いただきありがとうございました。そうですね、このハートネイル、本当にハートネイルを通して全国に広げて世の中に革命を起こしていきたいと本気で思っているので、お手伝いの方よろしくお願いいたします。はい、では竹村さんお願いします。はい、はい、これですね、はい、まあ、ビジネスモデルがねすごくフランチャイズ向きだと思います。僕もね、あの直営でもできるんだと思いますけど、フランチャイズにしても一気に広げられる可能性っていうのをむちゃくちゃ秘めてると思います。僕はもうこれしかないかなと思います。はい、はい、では鴨さん、じゃあこれで、はい、あのアパホテルの社長みたいになってください。確かにね、いや絶対許してないと思いますよね。ちょっとディスった。いやいや、僕は今一切ディスってないですから。女性経営者のね、すごいね、成功像みたいな、ね、感じですよね。うん、そういうことね、はい。そういうことねって逆になんですか。DNA のナンバーさんみたいな。すごいね、もう桑田さんこういうのないもんね。もういきなりもう映してるもんね。桑田さん、お願いします。いや、ちょっと僕もやりたいぐらいで、はい。ぜひ、あの、僕が、あの、ビジネスやってる地域は、ぜひ優先権ください。はい。はい、
では竹野さん、はい、まあ当然ですかね、はい、素晴らしいビジネスだと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ある意味こう林、ね、こうすべきだってことですよ ね、 そうですね、ある意味ね、あの逆に向こうが断れって思ってるわけですよね。そのぐらいだなるほどね、すごいですね、はい、エクシードってことですね。的な感じですかもしれないですね。はい、まあ、林様の小ネタも飽きてきましたんで普通に出してくださいね。はい、もう、はい、どうぞ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 、はい、ありがとうございます。すいません、本当けどね、竹内さんの意見を聞いて、あのまたね、なんかあればと思うんですけど、本当にこんな素晴らしいビジネスモデルに関わらせていただいて本当にいいんでしょうかという、本当広めていきたいです ね。だって女性の、ね、時間が相当奪われてるわけですからね。だからもそれだけで他の時間に費やせるわけですからもったいないですよ。これはいち早く全国の皆さんを救いたいですね。はい、ということでありがとうございました。じゃあ林さん、はい、はい、はい、協力確約権を差し上げてください、はい、どうぞ、はい、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、そのままどうぞお座りください。じゃあ小原さん、最後に一言感想をどうぞ。はい、本日はありがとうございました。竹野内さんからもいろいろアドバイスいただいて、もっとちょっといろいろ聞きたいなっていうふうに思っています。でも私の思いは本当に全国に、このネイルサロンが広がって、全国の女性が幸せに、より幸せになってもらえることを本当に心から願っているので、今日は本当に素敵な機会をいただきありがとうございました。はい、おめでとうございます。素晴らしい。完璧といえるフランチャイズ計画で虎たちの心をつかんだ志願者、激戦の末見事どっぷり手伝う協力確約権をその手につかみ取った。美容業界の未来を切り開くハートネイル、全国展開への挑戦は続報を待て。